ドクター、はい、ルジ君に少しでも近づきたい。病気？この番組はブレフロガチプレイヤーのドクター M こと三笹さんによる最先端のブレフロ攻略や最新ユニットのレビューをお届けする番組です。はい、じゃあ前回言いましたけど、はい、ひとみんが挑戦権はないけどルジーナのミッションだけでもやりてえと。やりたい、やりたい。やってルジロケハンね。そう、ロケハン倒せるようになっておいたら、そうだね、フロハンのポイント貯まったらすぐ行けばね、すぐ倒せる、すぐ手に入れる。その頃にはもっといいユニットもいますけどね。行こうか。行こう。はい、クエストでグランガイア、ここですね。ミストラルの塔。おー、クリアしてある。クリアしました。ちょっと一体死んじゃったんですけど、ここはちなみになんか探索を頑張ると出てくる。はい、海洋深素水さんのルジ君。あ、使っちゃう。使っちゃう。だってもうこの前のルジ君の強さをね、思い存分知ったんで、もう使わないわけにはいかないですよ。しかもこれルジ君手に入れるためにはこれを全部木属性で倒さなきゃいけないじゃないですか、はい、それの練習だからね。うん、そう。で、まあ一番いいフレンドは何かなと思ったら、まあ、ルジーナだよね。やっぱりもうルジ君ですよね。ちなみにメルヘルも弱点がつけるので悩ましいけど、はい、だからメルヘル持ってる方は、まあ、ランザかゼルナイトの位置にメルヘル置けばいいかな。で、はい、結構やりました、これ。やりました、何回かやりました。なんか大技の準備中になんか弱体に付与すると、うん、なんか大技がキャンセルするありますね。でそれの役割が XBB サブパーティー、はい、のあのここですね、マグルスハーベル。ああ、そう、マグルスハーベル。なんかね、80% の確率で弱点にするんですよね。うん、だいぶ確率高い。まあ、あとはまあ好みですよね。そうですね。はい、では行きますか。よし、よし。ポキってた。では冒険に出る。はい、はい、じゃあまあルジーナ武士ですかね。そうだそうだ、ルジ君は打ちまくれるんですよ。もう一回でも打てたらあとはずっと永久期間で、あの ALT で、あ、そうだ、はい、そうだ、物理ダメ。あ、え、いやいや、今自分で使うとすごいテンション上がってきた。やば、存分に使ってくださいよ。うわー、イエーイ。で、1ターン目はあのなんだっけ、3の倍数マイナス1のターンになんか全体攻撃と BB 吸収があるので、うん、要は最初は2なので、1ターン目は特に来ないので、だからルジーナの防御バフをかける必要がないので、だからルジーナ の BB 打って強化する。はいはいはい、1ターン目にルジーナ強化して2ターン目は防御アップするっていう。ほほ、はい、いや、いいですね。すごい、ルジ君やばい。頑張って。で2ターン目でもこれも別に打っちゃってもいいですよね。防御バフの方だから SBB の方がいいってことですよね。そうそうそう。はい、あいつすげえな。気持ちいいもんね。気持ちいい。でちょっとこれ BB 下げられてでも SBB、 あ、BB が打てるから、はい、ルジ君超便利。やばい。でちなみに4の倍数マイナス1のターンでも全体攻撃が来るので、はい、あ、だからここちょっと怖いよ、ね、あれですね、怖い。はい、行きましょう。いや、これルジ君ずっと打ちっぱで、ねえ、ね、あ、すごいやったな。これ何、これ何この快感。うわ、まあ、意外とあるか、やっぱそのリーダースキルもあるしダメージ経験もあるから全然食らわない。硬いですね。もうちょいにしとこうかな。ほで HP80% 切ると多分一番の自己ポイントかな。あの反粒子弾砲来たね。うまいね。ああ、めっちゃうまかったね今。はい、ランダムなんですよね。来てしまいました。ちょっと生き返らせますかね。しょうがないです。はい、攻めるね。あ、来るよあれが。そうだ、3の倍数マイナス1だ。おー、強い。大丈夫大丈夫。あー、セーフ。あれからひとみがね、攻め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 。え、これ私ルジ君使う前に何回もやってたんですけど、はいはい、メルフェルをフレンドにして、うん、もう全然違う。もう硬いからね。ちなみに今のやつも、うん、あの 60% の反粒子あれ、あれプラス4の倍数マイナス1のターンでかぶってるけど大丈夫だった、なんとか。すごい、本当にあの強攻撃は怖いですね。よし、軽くもあるし硬いし素晴らしい素晴らしい。あ、リミッター解除来たから。そっか、来ないのか。でここで
あ、そうだ、XBB ですね。まあ、80% なんでね、ひとみんが持ってればね。もいや、私何回かこれ練習してますけど、一回も弱体にならなかったことないですよ。おまあ、80% ですか。ちなみに忍者の5人はね、100% なんですよ。あ、へえ、あ、忍者たち。そうそうそう。あ、じゃあ忍者たち持ってる人は忍者たちで。そうだね。あ、なんだ、オッケー。お、よかった。はい。あ、エルトリオン使っちゃったもん。使っちゃったね。使っちゃった。おお。安定してますね。とあれだけど。なぎ。はい。なぎ。なぎやって、もうすごい。そうそう、BB の方がいいんじゃないですか。あ、そっか。一回流してみて、ルージーの。あれですね、効果が。ないですね、ついてないですね、自分をアップしてないから、はい、トイッ。で、12の倍数マイナス1は怖い、両方飛んでくる。あ、しかもそっちも来る。11でも、ルジーナだったから問題なかった。あ、私、あ、そっか、11飛ばしてた、危ない。あ、 40% のランダム攻撃プラス単体強攻撃と3の倍数マイナス1の全体攻撃とビリ吸収と4の倍数のやつが全部来たけど、ルジ君がリーダーだと耐えた。ルジーナに強攻撃が来たから耐えた。あ、そっか、ルジ君以外だと死んでた。死んでた。だから12の倍数はちょっと怖い。そうですね、ちょっと気にせずにやっちゃいましたけど、なんとかラッキー、なんとかラッキールジーナ。あ、ブレイクした。これブレイクしたら何もらえるんだろう。うちのルジーナが持ってるやつがここでゲットできる。へー、あ、ちょっと、まあ、なんか余裕ありそうなんで、余裕ありそうなんで取っちゃおうかな。あ、ちょっと待って。ん？あのさ、さっきさ、はい、あのひとみんのキャラが全然スキルライズついてないじゃんって思って、スケアキバで取ったんですよ。はい。その時のスキルライズのスフィアを変えるの忘れてた。ほら、取得率 20% アップしてる。本当だ。スキルライズがついてるってことですか？そう、ついてる。多分ランザもついてる。ごめん。スキルラインズがついた状態で今戦ってもこの状態ってことですよね。それはエルトリは回んねえわな。それはそうだ。普通はこれなんかね、なんか BB 回るやつ、 BB 回るやつとか。あ、じゃあ他の子もランザも、ね、本当だ。スキルラインズがついたまんま。余裕じゃん。余裕だ。え、スフィアこれでもいけるってことですよね。普通だったら多分あの BB 回るやつか、うん、軽く上がるやつとかね、つけて。そうだね。あ、じゃあいいじゃん、チャンスチャンス。めっちゃ取りやすい。じゃあ一回流してもらって、こいつ、はいはいはい、下をグイッタリと、はい、XBB 2% 増加と BB 増加。おお、そう、味方の BB 増加はね結構美味しい。これ欲しいですね。アレスチャージ一定数スパークなので多分ね260回ぐらい。うん、うん、じゃあ行きますか。行け。おー、あ、クロスチャージの方か。お、あ、クロスチャージ。どっちかというとなんか BB の方がいいけどね。まあ、まあいいか。まあいいか。まあいいか。主人公のエールもまだ1回も使ってない。さあ、でもここ、あーあー、そうですね。3の倍数のやつと、あれがまた一緒に、あれ ?20% ですかな、ね。20% の、 あの強攻撃。ただ、ここからもうないはずなので。じゃあ、生き返らせて、うん。ただ4の倍数なので、回復は欲しいです。お、リミッター解除きましたね。はい。で、80% を引く。よし。おお。よし。ちなみに今無敵なんで、みんなの BB は温存の方がいいかな。あ、そっか、い、まあ、1しか食らわないやつですね。ん？あ、なってるね、じゃあ。うん。まあ、ルジーナここでなんか BB 入れるね。あ、BB 入れといて。あいつ別にどっちもいいから。確かに。あいついいな。ルジ君本当にすごい。はい。で1回目死にます。はい、生き返ります。ここまで主人公とリンペット出番なし。確かに。で、そこ注意。あれ、注意、嘘、注意、12の倍数なんで。あ、うん、ガツガツ言っちゃった。でも注意、今止めれたよね。くるよ、くるよ、あ、くるよ。おー、ルジ君最高ですね。これはだいぶ怖かったけど、本当これはこういうおバカちゃんな人でもルジ君がいれば、ね、リーダースキルなのが 20% 軽減がうまく発動してあるのかな。すごい、まあ、しかも最近なぎって なかったのに。そういえば怖っ。まあ軽減効果も使ってきますか。そうですね、余ってるし。うん、
あ、打てる。おいいですね。終わるか、あとちょっと。いやー、安定して、あ、じゃあ最後にね、最後に打っときますかね。正直全員ガードでいいんだけどね。まあ、いっか。リミッター解除したからどっちしろ打っときますね、うん。さあ、最後の 80% チャンスは、お、早い。よし、さすがに 80% 大丈夫でしょう。サブもいいよね、XBB。 いや、もうほんと使いやすいですよね。さあ、なったなった、完璧じゃないですか。完璧。さあ、最後もうぶっ放しちゃいますかね。うん、意味ないけどね。いっけーい。あ、そうだそうだ、意味ないんだった。同金。そうだそうだ、もうバカだ、もったいない。まあでも、まあまあでもルジ君は打てるし、はい、脳筋でもこんなに簡単にできる。ルジ君最高。あいつ強いな。ルジーナ強すぎるね。え、こんなに簡単になるのっていう。これ本当に本当に大変だったのに ね。これ持つべきものはルジーナを持っているフレンド、うん、多分しばらくね僕のフレンドがねそれのはずなんで。ルジーナになってる。お、さすが。ぜひ使ってください。わー、やった、クリアできた。でもまだクリアできてもルジ君は手に入らない。そうだね。頑張ります、フロハン。はい。コメント紹介。前回私が出演した第64回ニンニンの回ですね。ニンニンの回のコメントを紹介していきます。はい、I wish D も or はつね、ミク、ミクカミングトゥブレイブフロンティアツ。あ、ワンの時にコラボしてた。はツーに来ないんですかっていう。あ、どうですかね。難しいじゃないですか。難しいかもしれない。いつかあるかもしれないけどね。フルサキサンズハズバンドウィルビーベリーラッキー。なんだろう。わかんない。あ、フルサキの旦那ラッキー。あ、マジか。そういうこと募集中でーす。来るぞこの人。詩伝を白井と読むと分かっていても詩伝と読みたくなってしまう。詩伝、レンジとか思ってたら紹介時のテロップが詩伝でしたよ。うっかり。うっかり。忍者たち強すぎますね。特にソーヤはメルフェルとドットブックのナムナとは ALT の3すくみ、3すくみになるくらい活躍しそう。ちなみにアークさんにコメントに関してマイドリームカムトゥルーというのは夢が現実になったの意味があって、ひとみはいわゆる夢的な女性と言っています。おお、長まあ簡単に言う、ひとみはアークさんの女神みたいな感じ。ピースひとみが可愛い点について自分もすごく同意です。あと今回のアークさんのコメントはひとみの夫になれた幸せな人と言っている。あ、ありがとう、訳してくれてね。ありがとう。いつも私たちがね適当な日本語訳では当ててるから、ね、ありがとう、夫になれた幸せな人。恥ずかしいね。ヒトミンのニンニン可愛い。あ、よかった、それやれって言われた時、えっと思ったんですよね。よかったよかった。だってニンニン、はい。開幕ヒトミンの周知プレイが可愛すぎた。それを引き出したドクター M の SK がハマりまくっていた。ニンニンだっけ。ニンニン。XBB の時ソーヤが墓地で可哀想。あ、確かにね、敵だからね。フィルフィロリダフレフィルフィロリダフレで気象爪面の強そう。完全にシダの上位互換互換になりそう。多分バラガンは攻撃に対戦持ってるし、新月はアリーナのチームに入れとけば相手が新月倒したって錯覚して相手が一旦クリアしにくくなりそう。あ、それはないないけど、あの新月どうせヨシアに吹っ飛ばされるから。結局一瞬消えたとしてもね、そう当たりますからね。ちなみにね、シダはね、うん、モーションが速いっていうね、強すぎる場所あるからね。あ、今回のタイムアタックもやっぱり必要、ほぼほぼシダゲームでしたからね。あ、なんだかんだシダは使える、まあ、うん、だって気象とシダどっちかって言われたらシダっていうから、ね、ああ、シダはまだまだ現役ですね。アリーナで新月倒したと思って放置してたら、あとはさせて、あ、いるやん、いるいる、これすごいさ、やっぱ、むしろなんで残ってんだろう。新月あ、新月どっちだったっけ名前。あれが生き残るパターンって何があるんだろう。まあなんか、ね、全体攻撃しなかったとかじゃないですか、ね、全体じゃない時で死んだと思って、まあ、単体で他のやつ倒してたらたまたまね。へ、ね、あるんですね。ね、どれを買うのがいいんだ。リュウゴ、うん、結局は私もリュウゴは今もう買っちゃいましたね。順番聞かれたらリュウゴから、リュウゴ
5人。あ、5人は1点。1位が龍5で、2位から6位は5人。あ、もうあとはもうお好みで。まあ XBB があるからまあいいかなとか。まあ宗谷以外にしたり。だから宗谷も魅力あるし、残り4人も XBB 出るから、まあねって感じ。皆様コメントありがとうございました。この動画にもコメント、そして高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。皆様今回もコメントありがとうございました。この動画にもグッド、そしてチャンネル登録。もう一回やる？うん、一瞬なんだけど、はい。